腕がなかなか細くならないでお悩みのあなた、巻き方を直しましょう。はいどうも、ズボラ健康運動チャンネルの柴田です。暑くなって半袖やノースリーブを着る季節になってきて、腕の脂肪が気になっているとお悩みの方が多くいるんですが、二の腕の脂肪がなかなか痩せない一番の原因は巻き肩になっている可能性が非常に高いです。そこで皆さん一度巻き肩チェックをしてみましょう。それでは手を真横に伸ばしていただいて、手のひらを天井に向けてください。この状態でまっすぐ手を下ろします。この時に肘の曲がっているところ、内側の部分がどっちを向いているか確認してみてください。肘が外を向いていれば正常です。反対に前を向いている方っていうのは巻き肩になっている可能性が高いです。肘の向きが正面を向いている方は肩自体が巻いてしまっていて、ここのリンパの流れや血液の流れが悪くなってしまうので、なかなか脂肪が燃焼しにくくなってしまいます。なのでまずは巻き肩をしっかりと解消して脂肪を燃焼するエクササイズを考えましたので、一緒にやっていきましょう。それではエクササイズに移ります。両手を広げて肘を伸ばしてください。手のひらを天井に向けて少し腕をグッと引いてください。この状態から頭を触って伸ばす、頭を触って伸ばす、これを30秒繰り返します。よーいスタート。こんな感じですね。この時絶対に手のひらは上を向けてください。巻き肩になっている方は小胸筋という筋肉が硬くなっているので、小胸筋をしっかりと伸ばしながら二の腕の筋肉、上腕三頭筋を効かせていくように狙っていきます。とっても簡単なエクササイズなんですけども、30秒繰り返すと結構効いてきます。はい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 、手のひらは絶対に上を向けて、はい OK です。次はですね、手を後ろで組んでいただいて、この状態から肘を前に丸めて広げる、丸めて広める、これを30秒繰り返します。よーいスタート。これを広げる方を意識してください。広げる、肘を広げる、こんな感じです。熱いですね、頑張っていきましょう。はいはい、広げるときに肩甲骨と肩甲骨の間にグッと力が入ってれば OK です。少しね、胸を広げるようにやってあげると、だいぶこう巻き肩が解消されるようになっていきます。胸を広げながら背中に力を入れると、ふっほっ、はい頑張って、はいはい OK です。では続きまして、手のひらを上に向けて手を広げた状態でちょっと Y にしてください。ここから肘を寄せます。肘を寄せる、これ30秒いきます。はい、よーいスタート。グッとグッと、肘を曲げるときに少し肩甲骨を寄せる、寄せてあげるとよりね、二の腕周りから効いてきます。はいはいはい、手のひらは必ず上を向けてください。こんな感じです。グッとグッとグッと、結構しんどいですけど頑張っていきましょう。はいはい、肩甲骨寄せる寄せる、伸ばす寄せる伸ばす、はい OK です。では次がラストです。次は完全に Y を作って交互に後頭部をタッチしていきます。30秒いきます。いきます、よーいスタート。はい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 、これでしっかりと肩甲骨をぐっと寄せながらやってあげると、そうすると胸が広げられて二の腕がしっかりと効いてきます。はい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 、しっかりと動かす動かす動かす、はいいい感じです。はい、軽く後頭部をタッチタッチ、もう少しです。はい OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。このエクササイズが終わった後に、初めにやった巻き肩チェックをやってみましょう。手のひらを上に向けてそのまままっすぐ下ろしてください。最初よりも肘の向きが外を向いていれば、しっかりとエクササイズができている証拠です。これがまだ少し正面を向いている方っていうのは、巻き肩が強くなっているので、しっかりとねじれを取って上げてください。そうするとリンパの流れも良くなりますので、これを2週間続けてみてください。必ず変化が出てきます。今日の動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になれば、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。
また次回の動画でもお会いしましょう。ではまた、バイバイ。